S-28 はアメリカ海軍の潜水艦 S 級潜水艦の一隻 S-28 は1919 19年4月16日にマサチューセッツ州クインシーのベスレヘム造船株式会社で寄港した1922年9月20日にウィリアム・アール・モンロー夫人によって命名浸水し1923年12月13日に 艦長ケンプシークリスチャン大尉の指揮下収益した。ニューイングランド南部での成長後訓練を終えると S-28 は1924年3月に南方へ移動し第11潜水戦隊に加わる。その冬の最後の艦隊演習はカリブ海で行われた。4月にコネチカット州ニューロンドンに戻り同年末まで舞台と共に 沿岸での訓練に従事した。1925年の冬、再び南方へ移動し、パナマ運河を通過、演習フリートプロブレム V に参加しグアダルーペ島で活動する。その後ハワイ諸島に到着し1ヶ月を過ごす。6月にカリフォルニア州サンディエゴへ移動し、同地でアジア艦隊に配属された。 S-28 は1931年まで南カリフォルニアで艦隊演習に従事する。1926年と29年はパナマ運河地帯で活動し、1927年、30年の夏はハワイ海域で活動した。期間を通じて定期的にメアアイランド海軍造船所においてオーバーホールが行われた。 1931年2月半ばに西海岸を出港、ハワイへ向かい、2月23日に新珠湾に到着、同地で S-28 は8年半を過ごす。1939年半ばに再びサンディエゴに帰還し、同地を拠点としている間にアメリカ合衆国は第二次世界大戦に参加した。 真珠湾攻撃当日の1941年12月7日、第41潜水船体に所属していた S-28 は、メアアイランドで、オーバーホールの途中であった。1942年1月22日に作業は、完了し、S-28 は、サンディエゴに帰還、水中音響訓練学校での訓練任務を、再開した。 S-28 はその任務を春まで続け、その後アリューシャン列島への派遣を命じられる。アラスカの島々の防衛力強化の一端を担うこととなった。5月20日に S-28 は部隊の他の艦と共にサンディエゴを出港した。5日後、艦隊はワシントン州ポートアンジェルスで水雷訓練を行い、その後、 ダッチハーバーに新設された潜水艦基地へ向かった。しかしながら5月29日、S ボートはダッチハーバーを回避して直接ステーションに向かうよう指示された。6月1日の朝、左シュモーターから出火し、小規模の損傷を受ける。同夜 S-28 は姉妹艦及び護衛艦と合流し、翌日指定された。 紹介海,海域に到着、アラスカ半島先端のコールドベイ入り口を偵察する。6月3日、日本軍は、ダッチハーバーを爆撃し、アリューシャン列島での戦闘が始まる。1週間以内に、日本軍は、キスカ島とアッツ島を占領した。6月12日、S-28 は、ダッチハーバーに到着し、給油及び糧食補給後製法に向けて、紹介を再開した。 6月15日、S-28 は、日付変更線を横断した。2日間の嵐の後、キスカ島を観測指導島とアッツシママの敵船団航路で待機した。18日に、S、S-28 は、敵艦に対して最初の攻撃を行う。敵駆逐艦は反撃し、8時間後、探索音は南へと消えていった。S-28 は、 日本軍の対潜水艦戦術と遭遇して、初めて切り抜けた。間もなく天候は悪化し、S-28 がステーションに止まる。時間の大半を嵐が吹き荒れた。6月28日、ダッチハーバーに係留され修理が始められた。7月15日、再びキスカ島に向けて出港する。18日にセミソポクノイ島を倒査し、 続いて、セグラ島に向かう。日本軍の痕跡は発見できず、西への巡航を続けた。7月20日に S-28 は、22日の日の出前に、シリウスポイントから85マイルの円弧上で、ステーション艦として停泊することを命じられる。22日には、キスカ島の敵施設に対して砲撃が行われる予定であった。砲撃は遅れ。 S-28 は7月30日まで停泊を続け、その後キスカ島海域へ戻ることを命じられた。紹介の後半は敵目標に対して接近することもできず、8月18日にダッチハーバーに帰還した。第3の紹介は9月16日から10月10日にかけて行われた。S-28 はキスカ島海域に戻り、 島の北方で10月25日まで活動する。その後、ベガ湾のガートルード港に敵の進出を確認し、S-28 は島の南岸へ移動する。10月6日から7日にかけての晩に、ウナラスカ島の方に移動し、10月10日の朝、未確認船に対して、 大撃準備を行う間に、下記完成回路の故障で一番発射管で暴発を起こした。その日の午後、S-28 は、ダッチハーバーに戻り、続いてキロに着いた。10月23日に、サンディエゴに到着し、10月26日から11月13日まで、西海岸音響学校及び、揚陸部隊訓練グループの支援を行う。続いて、 オーバーホールに入り、S-28 は、音響測定器、クライン・シュミット上流装置、SJ レーダーが装備された。12月9日に再び北に向けて出航する。12月16日、無線で、第8.5任務軍に報告を行い、12月21日に、ダッチハーバーに戻った。6日後、S-28 は、第4の紹介に出撃した。 1943年1月3日に日付変更線を横断し、1月5日に紹介海,海域の千島列島北方に入る。バラムシル島の沿岸を下って、オンネコタン海峡を紹介し、続いて再び北に向かい、1月20日に占い、森島を通過、アリューシャン列島に向かった。第5の紹介は2月6日から28日にかけて行われ、 S-28 は、アリューシャン列島西方に止まり、アッツ島、ブルディア島、シリウスポイントで紹介を行い、アッツ島沿岸、ホルツ湾沖、チチャゴフ湾、サラナ湾沖でも行った。しかしながら悪天候及び低速によって、S-28 は目立った戦果を上げることはなかった。S-28 は、ダッチハーバーに帰還すると、南方への派遣を命じられる。 3月4日に、ブリティッシュコロンビアのエスクワイモルトに向けて出港し、同地で3月15日から4月15日まで、音響試験を呼び、カナダ海軍、空軍とともに、対戦演習を行った。その後、ビュージェットサウンド海軍交渉において、オーバーホールと、上部構造の改良が行われた。6月27日、S-28 は、アラスカに戻り、 7月13日にタッチハーバーを出港、北千島列島での第6の紹介に向かった。S-28 は再び、バラムシル島沖を紹介し、同島の北方及び南方の海峡を巡航する。しかしながら悪天候及び旧式の装備、機械的な故障によって、紹介は難航した。8月14日に S-28 は東へ向かい。 8月16日に、アッツ島のマッサカー湾に停泊、修理を始めた。ダッチハーバーからの必要な補修部品の到着は遅れ、S-28 の任務復帰は遅れることとなった。しかしながら9月8日に、S、S-28 は出港し、北千島列島へ向かった。9月13日に、紹介海域に到着する。9月15日に、左限主電動機から、 火花と煙が生じ、修理に14時間を費やす。9月16日、むしる海峡を通過し、9月19日の午後に、新井拓島沖で、護衛のない貨物船と遭遇する。S-28 の魚雷は、外れ、数分後に、貨物船は展開し2発の爆雷を、10日、10分間の攻撃を行った。敵艦は、海域を時間ほど探索し、 その後離脱した。S-28 は、魚雷を装填し、照会を継続した。19時16分に、護衛のない別の敵艦と接触する。19時43分に4発の魚雷を放射状に、発射する。19時44分にそのうちの2発が爆発した。標的は30度傾斜し、19時46分に、艦首を先にし、 艦尾が垂直になって沈没した。沈没後水面下で5回の激しい爆発が生じた。10月に入ると S-28 ハーライタクシマ北方をカムチャツカ半島沖で探索を行った。10月5日にオンネコタン海峡を通過し、千島列島の太平洋側で紹介を継続する。しかしながら10月10日に乗組員の一人が重度の猛腸炎となる。 S-28 は予定を変更してアッツ島に向かった。10月13日 S-28 はアッツ島に停泊した。翌日アラスカ州のダッチハーバーに向けて出港する。11月にハワイに向けて出港しつきの半ば頃、新珠湾に到着、オーバーホール後訓練任務に着く。続く7ヶ月にわたってハワイ海域に泊まり、 訓練任務に従事した。その後、1944年7月3日に、沿岸警備隊のカッター、レライアンスと共に、オアフ島沖で訓練を始める。対戦水艦船訓練は、翌日も続き、17時30分にその日の最後の訓練が始まった。2隻の間の通信は、散発的になり、18時20分の通信が最後となる。その後、 S-28 への通信の試みはすべて失敗した。救援が新珠湾から到着したが、徹底的な探索にもかかわらず S-28 を発見することはできなかった。2日後、ディーゼルエンジンの潤滑油が浮かび上がったが、同海域の深さは大きく、使用可能な設備が存在しなかった。調査委員会は、 S-28 喪失の原因を断定することはできなかった。S-28 は第二次世界大戦中の戦考で一個の従軍政賞を受賞した。ありがとうございます。